古都鎌倉。今脚光を浴びるこの歴史深き町に健康という新しい風を吹かせようとする医者がいる。大船駅からほど近い住宅街の一角にその一風変わった医者はいた。入ってみるとまるで高級レストランか、はたまた南国のリゾートホテルのような雰囲気。ここは地域医療を担うクリニックというのだから驚く。あからクリニック院長福田慎。病気になりクリニックに訪れた患者さんを診察して薬で治すという従来の医療に限界を感じ、この型破りなクリニックを鎌倉に開院したのが6年前。その根底には福田院長が大事にする3つのキーワードがあった。安心、つながり、そしてワクワク。福田院長との初めての打ち合わせの時、寡黙な人、素っ気なさすら感じる、それが福田院長の第一印象だった。しかし密着する中でその印象は大きく変わっていった。毎日たくさんの患者さんが訪れるあからクリニック。福田院長は自然体で患者さんとフラットな関係で向き合う。可愛いね、男性だ。福田院長の診察は笑いが絶えない。もうすぐだから。つむらか。はい、どうぞどうぞ、はい、消毒しましょう。先生はいつも絶対私服でいらっしゃる。うん、白衣とかお医者さんっぽくなく、なく、あのね、フレンドリーだから。いや、何でも喋っちゃうし。白衣を着ないというのは福田院長のポリシー。患者さんの緊張を少しでも和らげたいという考えからだ。この全く病院っぽくないアロマが香るインテリアも福田院長のこだわりだ。病院って来たくないところじゃないですか、基本的には。でも、まあ、まあ、ある意味こう来たくなるっていうか、待ってても苦痛じゃないみたいな。いや、やっぱりね、現代的だなというふうに思いましたね。だからそれはそれで気分良かったですよ。話しやすさはもちろん話しやすいです。コロナ禍によって町の人たちの関心はどのようにして病気を防ぎ、いかに健康な体を維持するか、予防と未病にも重きが置かれるようになった。意識が変わった今、福田院長は地域医療の重要性を痛切に感じている。趣味のなんだろう、なんかこう、習い事に行けなくなっちゃって、それができなくて、本当閉じこもって外に、まあ、なんか娘から外出るなって言われててみたいな。まあ、その度にちょっとぐらい出てもいいから出てって言うんですけど。なるほどね。新型コロナ感染予防のため、家族から外出しないでと言われ、ずっと家にこもっていたことで気がめいってしまった。足腰が弱くなったという高齢者はかなりいるという。高齢者の場合、一度悪くしたメンタルや運動機能を回復させるのは簡単ではない。予防や健康維持のため、正しい知識や方法を伝えていくことも町医者の責務だと再認識したという。中でも福田院長が重視するのは、従来の医療では素通りされがちな心のケア。健康な体と心は表裏一体だという。心のケアのためこんなことも。それは美容医療。シミやシワという見た目の悩みを解消することは心の健康へつながる。
同じクリニックの中にあるから内科の診療のついでに受診することができる手軽さが大事なのだという。別に若い人は美容クリニック行きゃいいじゃないですか。僕はそこまで行くにはちょっとうんって思うけど、普段かかってる病院だったらついでにシミ取りみたいになるのがハードルが下がるし、そこでシミ取れたら本当に何歳でも喜ぶんですよ。なんか喜ぶと、まあその病は気からじゃないけど健康になる。診療内科と内科の融合という新しいアプローチ、その重要性に気づいたのは11年前、同じ鎌倉市にある新愛クリニックに勤務医として勤めた頃だった。体と心の両面から診察をしてくれるクリニック、ここでの井出博之院長との出会いが副大院長の運命を決めた。その心っていう領域でも患者さんと接するっていうことで、あの全く違った医療が実践できるなっていうことを多分感じ取って、見た感じあのむしろ淡々とね、ちょっとそっけないぐらいに感じるかもしれませんけど、やっぱり思いがとても熱くて、こう心の、ね、内側をこう患者さんが開いていく、ね、そこにちょっとこう、ね、踏み入っていく、そういう新しいスタイルの医療に見事にそれをご自分のものにして、その上でそうするうちにですね、自分でやりたいってね、あの思ってくれて、患者さんの話に耳を傾け、時間をかけて心と体に向き合う医療、心を整えることで体も復調して元気を取り戻す患者さんを何人も見た。その経験はアカラという名前に込められた。アカラクリニックのアカラってその太陽なんですよ、ハワイで言うと太陽色にした。もう一つ取り組む地域医療がある。こんにちは。はい、行きます。クリニックへ足を運ぶことができない人のために自宅まで診察に行く訪問診療にも力を入れている。ここでも患者さんの声に耳を傾ける。いつも通り元気そうで、うん、すごい、いつも声聞くと元気なのが分かるんで、訪問診療はね、うん、いいですよね。私もコロナに負けないで頑張ります頑張ります健康を管理してくれる人がいる。その安心とつながりで人は元気でいられる。いい先生です。とっても頭で、ね、ですから施設の方でも分かってるみたいで基本的にはずっと変わらないんですよね、まあ、変わらない、様子変わらないってことを確認しに行くっていう形 でそうするとやっぱなんかちょっとした変化でも気づくんですね。こんにちはするだけなんですけど、まあ、あの今回も変わらなかった、よかったっていうのがすごい大事、うん、さらに地域に根ざした医療を実現するため作ったのがこの訪問看護ステーション。住み慣れた自宅で人生の晩年を過ごせることが当たり前の世の中になってほしい、そんな思いから看護師たちが24時間体制で患者さんを見守り続けている。あのお誕生日だったから、うん、ちょっともうだいぶ外出できてなかったし、であのご主人のお子さん娘さんたちが付き添ってくれて介護タクシー手配して行ったんですね、うん、すごい楽しかったみたいで。あ、よかったね。一時期のあの悪い状態よりは、うん、ちょっと出したかなと思うんですけど、はい、鎌倉にアカラクリニックを開業して6年、理想の地域医療を実現するため次々と新しいことに取り組む副大院長、静かだが次々と行動する。この医者を支えるのがチームアカラだ。看護師の本田博史さんは十数人の看護師を束ねる訪問看護ステーションの責任者。アカラクリニックが目指す地域医療を支える大黒柱だ。福田社長も僕もチャレンジするっていうのが好きなので、まあ、一緒に働けていて、まあ、充実してるし、
とてもこう未来に向けて一緒に走っているなっていう感じはあります。多分その方が分かりやすいかな、うん、安心のために何するのかなとか、つながりのためには。チームアカラはアカラグループの機関紙月刊アカラビレッジの制作も担っている、うん、どっちから行くかな。報告書記事の内容は医療のことに限らない。車やサップなど副大院長のプライベートの話も載せる。毎回安心とワクワクとつながりと、あと人にフォーカスして記事を書くっていうのを。副大院長の思いや言葉を広く伝えるためのオウンドメディア、それが月刊アカラビレッジだ。とある休日、息子たちを乗せ愛車を走らせた。やってきたのは神奈川県相模原市のキャンプ場。気の置けない友達との憩いの時間、ワクワク身も心もリフレッシュする。うまくいかないことも楽しい。アウトドアでの食事は格別だ。コロナ禍で巣ごもりの時間が長かったから、大人も子どもも開放的な気分になれる。どんな話をしているのか聞いてみると、自律神経って自分で変えられないですよ。もう本当にこう自然環境とか生活リズムとかで変わっていくもんなんで、そういう意味ではその自然環境、こういうキャンプとかって整えるにはベストな環境なんですね、うん、ね、はい、休みの日でも仕事の話をしていた。それでも副大院長にとってはこんな時間が格別なのだという。はい、乾杯。週に一度朝、次男坊と一緒に電車に揺られる。登校を途中まで見送るためだ。多忙な副大院長だが、これもまたかけがえのない時間だという。だね、頑張ってね、バイバイ。子供との時間を大切にする理由、それは自身の原体験が結びついているという。1979年に千葉県で生まれた副大院長、幼年期やりたいと言ったことは何も反対せずやらせてくれた両親だったという。僕の希望とかやりたいこととかっていうのを、まあ、スッとこうなんか受け入れてくれて、あ、どうぞみたいな感じで陰ながらこうサポートというか支えてくれたり見守っててくれたのかなって今になってみたら思います。何でも肯定してくれ、応援してくれた両親に育てられたから、今やりたいことが次々と浮かび、それを実行に移せていると感じる副大院長。子どもたちにもさまざまなチャンスを与え、何でも肯定して支えたいと話す。同じように、やりたいって言ったことを否定せずに、とりあえずやらせてみてとか、いろんなことをやってもらって、その中でハマるもの見つかれば、ね、それに突き進んでもらえればいいし、ハマんなかったらやめればっていう感じで。この日も息子たちを連れてやってきたのは、サッカーグラウンド。副大院長が今一番ワクワクしているものだという。将来の J リーグ昇格を目指す鎌倉インターナショナル FC、 通称鎌倉インテルの試合を見に来た。この鎌倉インテルもまた鎌倉に新しい風を吹かせている。
クラブ創設は福田院長が鎌倉にアカラクリニックを開院して間もない2018年のこと。この鎌倉インテルが掲げる地域を活性化し価値をもたらすという理念に大いに賛同した。試合後、鎌倉インテルトップチームの川内一馬監督と話す機会が。そこで意外な事実が判明した。はい、サッカーはもともと好きだったんですか？サッカーはですね、僕基本的にサッカーする方は相当苦手でしたね。なるほど。苦手でしたっていうか苦手ですね。なるほど。今でもやってないですけど。鎌倉インテルは創部からまだ2年余りだった2020年、鎌倉の深沢地域に自前でスタジアムを作る計画を立案、クラウドファンディングを立ち上げ資金を集めた。国や県、鎌倉市などからの補助金に一切頼らず、すべて民間の力だけで建設するという一見無謀に見えた計画。この前代未聞の挑戦に全国のサッカーファンや関係者は大いに興味を示したが、地元の人や企業は様子見。そんな中、一番に手を挙げたのが福田院長だった。第1号のバナースポンサーとして110万円を供出した。それを契機に、このクラウドファンディングは地元鎌倉でも一大旋風を巻き起こし、最終的に約3400万円もの資金を集めることに成功。その他の出資者との資金を合わせて1億円超の建設費をかけ、2021年10月、湘南モノレールの湘南深沢駅前にみんなの鳩サブレースタジアムが完成した。すごくない？超広いよね。気持ちいいね。寝っ転がりたいね。鎌倉インテルもまた鎌倉に新しい風を吹かせている。この鳩スタが鎌倉の地元にどのような影響をもたらすか、さらに鎌倉インテルがどう成長していくか。2022年3月、みんなの鳩サブレースタジアムから徒歩4分、この深沢の地で福田院長の新たな挑戦が始まった。コロナ禍で痛切に感じた現代の医療の限界。普段から体と心を整え予防し、たとえ病気になっても軽いうちに治す未病の大切さ。その拠点としてアカラフィットネスというパーソナルジムの開設を決めた。この春に、パーソナルトレーニングジムを作ろうと思ってまして、はい、で今、建築中なんですけれども、ここに訪問看護ステーションも併設し、追い求める理想の地域医療をまた一つ実現へと導こうとしている。運動すると心も元気になる、っていうのが、私自身の体感としてあるんですね。でこれは、皆さんにとっても正しいことだと思うので、それはこういった形で、そういった方々に提供しようかなというふうに思いました。病気の人が増えれば忙しくなり儲かるのが医者、病気の人を減らそうとする、こういったプロジェクトは医者の仕事ではないという人がいるかもしれない。安心とワクワクとつながりっていうところなんですよ、全て。で、安心は医療とか介護で我々が作るところなんですけど、それだけだとやっぱ片手落ちだと。そこにやっぱワクワクする気持ちとか、つながり、人とのつながりっていう、さっき絆っておっしゃってましたけど、そういうのがあって初めて、幸せっていうのを作られますっていうのが、僕の中の基本的なコンセプトなんですね。何を言われても構わない、みんなが健康で幸せであることが理想だ。福田院長はぶれない。理想を実現するため、鎌倉に新しい健康の風を吹かせる。福田信は走り続ける。